A wise man writes that common sense is not common. When I say you see a panoramic view of Mars in the painting of Young Mona Lisa, a photographic map of the Arctic Ocean in a Japanese bronze mirror, or Venus de Milo has a male genital organ, you may say it is ridiculous because it is your own common sense. Then how about this when I say Madonna or Virgin Mother is Lamia, the worst witch in the painting painted by Leonardo da Vinci? You may also say it is ridiculous because it is your own common sense. However, common sense so often blinds us. Hiroshi Hayashi, Hamamatsu City, Japan. Christianity, especially Judaism, explicitly forbids human sacrifice, regarding it as religious murder, though nothing much has been explained about the difference between human sacrifice and cannibalism. It is a kind of dark history for humans, and people never talk about it in the public, while many stories of cannibalism have been handed down from generation to generation, or there is now painted evidence to know how they were actually conducted. Paintings by Luca Signorelli and Leonardo da Vinci are just some of them. キリスト教でもユダヤ教でも人身供義、つまり人身供養は厳しく禁じられています。宗教的殺人として位置づけられていますが、人身供義とカニバリズム、つまり食人習慣とはどこが違うのでしょうか。その人身供義あるいはカニバリズムは、それについて人々は多くは語りたがりませんが、その多くは宗教的儀式の名のもと、ごく最近まで世界中で行われてきました。その証拠の一つがルカ・シノレッリやレオナルド・ダ・ヴィンチの描いた絵画ということになります。広島やし浜松シティジャパン。
もう一度最初から説明します。ルカ・シノレリが1491年に描いた絵です。その中央上部に座っているのがマリアと思われます。そのマリアは向かって左側、右腕に子供を抱いています。この子供の顔に注意してください。目に注意してください。目にはクマができています。もっともここだけではよくわかりませんので、アンドレア・デル・ヴェロッキオとレオナルド・ダ・ヴィンチなる画家が描いたとされるイエスの洗礼の絵の中に描かれている子供の顔と比較してみます。右がイエスの洗礼の絵の中に描かれている子供たちの顔です。目の周辺に注意してください。明らかに虐待を受けた形跡がこのような形で描き込まれています。目の周辺にはクマができ、目そのものが崩れています。そして鼻は砕け、目の形も普通ではありません。明らかに虐待を受けています。なぜこんな絵をですね、レオナルド・ダ・ヴィンチたちが描いたかということにもなりますが、同じような絵をですね、ルカ・シノレリも描いているということです。つまりはですね、結論を先に言えば、これらの子供たちは神の餌であったということになります。もう一枚こんな絵がありますから紹介します。この絵もまたダ・ヴィンチなる画家が描いたとされる聖アンと聖母子の絵です。この絵の中の向かって右側の子供に注意してください。この子供は左手に短刀を持ち、羊の頭に突き刺していますが、それはともかくもこの子供の顔に注意してください。左下拡大してみました。さらに拡大し明るくしてみました。そしてこの目に注意してください。目の形に注意してください。そして上中央のイエスの洗礼の絵の中に描かれている子供の目と形が同じであることに皆さんもお気づきになると思います。そして同じくレオナルド・ダ・ヴィンチなる画家が描いたとされる岩窟の聖母です。向かって左側の子供の顔に注意してください。この子供の顔もどこか普通ではありません。拡大してみます。一見すると何もないように見えますが、この子供の顔と聖アンと聖母子の絵の中に描かれている子供の顔を比較してみてください。左が岩窟の聖母の中の子供、右が聖アンと聖母子の中の子供ということになります。顔が同じです。つまり右上の子供が虐待を受けた子供の顔であるとするならば、その左下にある岩窟の聖母の中に描かれている子供もまだ虐待を受けた子供ということになるのではないでしょうか。そしてよく見るとですね、一応影のような形でごまかしてはありますが、やはり目の周辺が普通でないことに皆さんもお気づきになると思います。が、なぜこんな絵を中世の画家たちが描いたかということになりますが、私林浩司は人心釘、つまり神の餌であったということをですね、このような形で中世の画家たちが描き残したと判断しています。続く動画をどうかご覧になってください。 Bye for now。Brutal or not, Wikipedia writes about human sacrifice as follows.
Human sacrifice is the act of killing one or more humans, usually as an offering to a deity as part of a ritual. Human sacrifice has been practiced in various cultures throughout history. Victims are typically ritually killed in a manner that was supposed to please or appease gods, spirits, the deceased, or even Madonna. I, Hiroshi Hayashi, claim that even Madonna in the paintings in the Renaissance as well. 残虐かどうかという判断はさておき、神々に捧げる人身釘は古代の昔から多様な文化の中で日常的になされてきました。ルネッサンスの絵画の中の聖母マリアもまたその神々の中の一人であったと私、林博士は判断しています。広志林、浜松シティ、ジャパン。今ご覧いただいている画像は、シュメールのイナンナ、インダスバリーのイシター、名前は特定されていませんけども、パナマ、そして日本の埴輪です。ミナ、赤子、つまり乳幼児を胸に抱いている点に注意してください。私、林博士は餌の子供であったと判断しています。つまり、シュメールのイナンナ、またの名をイシタ、またの名をマリアと言いました。ルネッサンスの時代に現れた1500年後のイエス・キリストは、ルカ・シニョレッリという操り人形芸術家を通して、それを私たち人間にメッセージとして残しました。続く動画をどうかご覧になってください。この聖母が向かって左側に抱いている子供に注意してください。一応イエス・キリストということになりますが、本当にそうでしょうか。子供の顔を拡大してみます。そしてその絵をレオナルド・ダ・ヴィンチとアンドレア・デル・ヴェロッキオの合作とされるイエスの洗礼の中に描かれている子供の顔と比較してみます。イエスの洗礼の絵の中に描かれている二人の子供は明らかに虐待を受けています。目は腫れ上がり、鼻は砕け、そして目の下には打撲によるものと思われるクマができています。注意深く比較してください。そしてその顔とルカ・シノレジの描いた聖母子の絵の中に描かれているイエスと言われている子供の絵と比較してみてください。同じであることを皆さんもお気づきになると思います。つまりこの聖母子の絵の中に描かれている子供はこの中心に描かれている聖母の餌ということになります。餌です。この子供が餌であるという証拠はその絵の中に残されています。もう一度この絵を注意深くご覧になってください。マリアと言われている女性の下に白いものがたくさん描かれているのがわかります。大きさから考えてこれは子供の頭です。今白枠で囲ってみました。注意深くご覧ください。子供の頭がこのように描かれています。一見すると頭ということになりますが、いわゆる隠し絵の手法で骸骨が描かれていると私は判断しました。
そのことはルカ・シノレリが描いたもう一枚の聖母子の絵と比較してみるとわかります。下の絵がもう一枚の聖母子の絵です。マリアと言われている女性の足元に注意してください。頭がゴロゴロと転がっています。こちらの方は骸骨ではありませんけれども子供の頭ということになります。大きさが子供の頭ということになります。つまりこのような形で生首がゴロゴロ転がっているイコールマリアは子供を食べていたということをこのような形でルカ・シノレッリすなわち1500年後のイエスは表現したということになります。The Brit Milah is a Jewish religious male circumcision ceremony performed by a mohel on the eighth day of the infant's life. Little has been known, however, about the Brit Milah that Jewish rabbis perform oral suction circumcision bysucking on a baby's penis after cutting foreskin off. Why do they drink blood of babies in this way upon male circumcision? 割礼は旧約聖書に記述があることからユダヤ教、キリスト教、イスラム教では信仰の一環として行われています。他にまたアフリカ・オセアニアの諸民族などでは風習として割礼が行われているようですが、その割礼において次のような事実はほとんど知られていません。つまりユダヤ教においてはモヘルと呼ばれる割礼牧師が子供の割礼をした際に子供のペニスから子供の血を口で吸引して飲んでいるという事実です。わかりやすく言えば割礼の儀式の一つとして牧師が子供の血を飲んでいるということですが、なぜモヘルは血を飲むのか、また飲まなければならないのか。広し林浜松シティジャパン。その割礼とヨハネの福音書を直接結びつけることはできませんが、ヨハネの福音書にはこうあります。人の子の肉を食べまたその血を飲まなければあなた方のうちに命はありませんと。そこでキリスト教会側はここで言う人の子というのはつまりは神の子、つまりはイエス自身を指すと説明しています。またそういうことにしなければ誠にもってまずいということになるからです。そこで英語の原文の方を調べてみると man となっています。人あるいは人間という意味です。そこでもう少し枠を広げて調べてみます。そこにはこうあります。イエスは彼らに言われた。誠に誠にあなた方に告げます。人の子の肉を食べまたその血を飲まなければあなた方のうちに命はありません。私の肉を食べ私の血を飲む者は永遠に命を持っています。私は終わりの日にその人をよみがえらせます。私の肉は誠の食物、私の血は誠の飲み物だからです。ヨハネ福音書第6章14にそうあります。これ以上の解釈はここまでにしておきますが、宗教と血ブラッドの関係は切っても切れない関係にあることだけは事実です。今日はルカ・シノレッリの絵をテーマに、その血・
ブラッドについて考えてみたいと思います。話を先に進める前に一つ重要な回り道をします。ルカ・シノレッリです。ルカ・シノレッリとレオナルド・ダ・ヴィンチは一人二役の芸術家、つまりは1500年後のイエスの操り人形芸術家でした。ルカ・シノレッリの顔とレオナルド・ダ・ヴィンチの顔を比較してみるとそれがよくわかります。つまりルカ・シノレッリの顔にひげと大きな鼻をくっつけたのがレオナルド・ダ・ヴィンチということになります。上がルカ・シノレッリです。下がレオナルド・ダ・ヴィンチです。先ほども言いましたようにルカ・シノレッリの顔に大きな鼻とひげをくっつけたのがレオナルド・ダ・ヴィンチということになります。この両者を丁寧に比べてみてください。鼻とひげを除いて丁寧に比べてみてください。ややと言いますか7歳ほど左のルカ・シノレッリは年上の人物に描かれています。目尻のシワなどにそれが表現されていますが、それを除くとこの両者は全く同じであることがわかります。言い換えるとレオナルド・ダ・ヴィンチなる画家が存在したという一つの証拠、つまりレオナルド・ダ・ヴィンチの肖像画は証拠としてはそのまま消えるということになります。つまりレオナルド・ダ・ヴィンチなる芸術家は存在すらしていなかったということになります。というのもレオナルド・ダ・ヴィンチからシノレッリに変装することは不可能です。しかしシノレッリの方からレオナルド・ダ・ヴィンチに変装することは可能でした。大きなつけひげ、そして大きな鼻ですねとつけひげをくっつければそのままレオナルド・ダ・ヴィンチになるからです。左のルカ・シノレッリと右のレオナルド・ダ・ヴィンチを皆さん自身の目で見て判断してください。そのルカ・シノレッリの描いた絵がこの聖母子の絵です。この聖母が向かって左側に抱いている子供に注意してください。一応イエス・キリストということになりますが本当にそうでしょうか。子供の顔を拡大してみます。そしてその絵をレオナルド・ダ・ヴィンチとアンドレア・デル・ヴェロッキオの合作とされるイエスの洗礼の中に描かれている子供の顔と比較してみます。
イエスの洗礼の絵の中に描かれている二人の子供は明らかに虐待を受けています。目は腫れ上がり、鼻は砕け、そして目の下には打撲によるものと思われるクマができています。注意深く比較してください。そしてその顔とルカ・シノレジの描いた聖母子の絵の中に描かれているイエスと言われている子供の絵と比較してみてください。同じであることを皆さんもお気づきになると思います。つまりこの聖母子の絵の中に描かれている子供はこの中心に描かれている聖母の餌ということになります。餌です。この子供が餌であるという証拠はその絵の中に残されています。もう一度この絵を注意深くご覧になってください。マリアと言われている女性の下に白いものがたくさん描かれているのがわかります。大きさから考えてこれは子供の頭です。今白枠で囲ってみました。注意深くご覧ください。子供の頭がこのように描かれています。一見すると頭ということになりますが、いわゆる隠し絵の手法で骸骨が描かれていると私は判断しました。そのことはルカ・シノレディが描いたもう一枚の聖母子の絵と比較してみるとわかります。下の絵がもう一枚の聖母子の絵です。マリアと言われている女性の足元に注意してください。頭がゴロゴロと転がっています。こちらの方は骸骨ではありませんけれども子供の頭ということになります。大きさが子供の頭ということになります。つまりこのような形で生首がゴロゴロ転がっているイコールマリアは子供を食べていたということをこのような形でルカ・シノレディすなわち1500年後のイエスは表現したということになります。まことにもって血生臭い絵ということになりますが、続く動画の中でさらにさらにさらに血生臭い絵を皆さんに紹介します。 Bye for now.